確か山本さんってビジネスでポケモン始めましたよ。何その言い方。いや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 、その言い方がよくないよ。そのビジネスでポケモン、いや確かに一番最初は僕プライベートでポケモンはやったことなかったんですよ。ポケモンのお仕事が入る時になって、あ、じゃあそっからポケモンやってみようかなって思って学んでいったらめちゃくちゃハマったっていう。でも山本さんって何色から始められましたっけ？ナイス。まあそうですね、エメラルドっていう、はい、ところからやりました。一言だけ言わせてください。エメラルドでポケモン勝たんな。いや、確かに途中参加ですよ、僕は。でも途中参加からでもすごいね、ポケモンを、あ、こんな面白いもんだったんだということでね、そっからもうむさぼるようにブワーッとポケモンいろいろ知識をね、こう、ナイス。高校3年生とかでもう芸人になるならないみたいな、そういう時期だったので、なかなかこうゲームっていうものに夢中になれる時期でもなかったし、初心に帰るチャンスありましたよね。初心だって一番初期のあれじゃないですか、ゲームボーイじゃないですか。だから入ったところからは全部ちゃんとやってます。入ったところからじゃないんですよ、ポケモンは赤と緑から始まってるんですよ。出来上がったお城に住みに来たんですよ。いや言い方悪いんだ、さっきから。じゃあもうマジそれ言われちゃうとさ、もうそう、正直自分はやりたいです。はい。やろう、やりたい。頑張ります。はい。ゲームを始めます。あ、これ。アニメのね、一番最初のシーンのね。あ、スタンドバイミーからってこと？一緒だもんね。今もこれだもんね。いっけ、うわー、やめてくれ。あー、うわー、うわー、ポケモンに愛された男、メイドイン群馬山本だ。ナイス。ナイス。